200年以上続いた徳川の栄光は地に落ちた。誰も責任を取ろうとはせず、ただ己が保身の義を考えている今の幕府では越境な諸外国に渡り合うことはできん。この国は変わるぞ。いや、俺たちがこの手で変えるんだ。はい。ついに京都に登る日が来たか。坂本さんとの連絡は大丈夫なんだろうな。心配せずとも問題ないの。勘弁。ああ、万事手はずは整ってる。一刻も早く上洛して坂本さんらに合流し、府内統一、富国強兵を共に目指さんとな。いよいよ大丈夫ですね。そうだ、幼い殿は仕方ないとしても城中のじじいどもは現実を見ようとはせん。頭に小判の詰まったクルダヌキ、徳川と一緒に滅べるがいい。次郎右衛門、声が大きいぞ。心配が過ぎるぞ秀成。どうした、お主もしや起こしたか。ん、まさか京新流師範内の久世さんに限ってそんなわけない。誰も臆してなさらん。脱藩者への監視締め付けが厳しくなってる今は慎重にも慎重を重ねるべきだと言ってるのだ。つい先だって官兵衛が襲われたばかりだぞ。そうそう、それが聞きたかったんですよ。鈴木さんは弁護たち最後ありますが、剣術はここから吉じゃないですか。あ、どうやって逃げ寄せたんですか。それなんだがな、実は。あー来たー、逃げた。待て、慌てるな、敵ではない、味方だ。剣の増えてな俺がどうやって死角から逃げ寄せたか、すんでのところをこの方に助けていただいたのだ。待て、少しは落ち着いて俺の話を聞け。どうもよ。安心に値する。やれ、やれ、やれ。よそでやね、よそで。おめえらがそいつを切ろうが、つこうが、知ったしょっきゃね。だが、俺は俺に刀を向けたやつは誰であろうと好きぜ。うっそ。あっという間に三人を。あれこそまさに瞬きをする間もないというやつだった。そうだ、博打に負けて文無しだったもん。少しばかり悪かったが。博打！死ぬほどじゃ。まあ家庭がどうであろうが命の恩人には違いない。しかもな、我々の事情を聞き京都までの護衛を買って出てくれたのだ。あいつら来ちまったからここに長居もできんしな。どんちゅうの飲み食い、何面倒見てくれるって渡りに船だ。拙者板倉次郎右衛門と申す。
そこもとは。犬像だ。え？犬像？ああ。砂漠も倒幕も関係ねえ。尊王攘夷も他の意味。餌さえくれりゃどっちにだってついて。犬ばろみてえな食い詰めろうに。だから。いい名前だろ。はあ。ブン！ブン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 ！これは何がしかのわけあって我々には名乗れぬ。そう捉えてほしい。難しく考えるな。このご時世だ。変名だぞ。珍しくもなかろう。幕府を倒し新しい時代が来ればきっと名前など騒がりするんでしょうね。そうだとも。池田佐之助謎という古臭い名前が話題物になるからな。今のうちにしっかり考えて。超神流師範代久世秀成と申す。犬蔵殿はかなりの手だれとお見受けいたしましたが、剣の流別にどこぞの道場で教わったでもねえ。ただの我流さ。免許改善はねえが人斬りの腕は確か。あとどっちもとにかくそういうわけで犬蔵さんに同行していただく。みんなよろしくな。池田佐之助と申します。以後よろしくお導きを。佐之助。板倉さんは頑固すぎます。こんな厳格にご同行いただけるなんて心強いじゃないですか。私たちは人なぞ切ったことのない道場憲法しか知らないんですよ。言葉が過ぎるぞ佐之助。実践なぞせずとも日々血のにじむような研鑽を積んできた我らだ。いざとなれば人を斬るなぞたやすい。待て待て、勘違いするなよ。犬蔵さんの動向は悪魔と同胞のためだ。相手は志が違えど同じ関宿藩の者たち。できるだけ斬り合いは避けたい。勘弁。この後に及んでまだそんなふぬけたことを。よいか、これはこの国を変える戦い、戦だぞ。いくら同じ藩の者といえども志が違えば斬るしかなかろう。幕府を倒した後のことを考えろ。異国の軍勢が攻め込んでくるというのに同じ国の者同士が殺し合ってどうする。斬らずに済めばそれに越したことはないと言っているんだ。甘いぞ。長州を見てみろ。高杉はどうやって藩を制圧した。武力だ。逆らう者たちを武力で打ち倒したからこそ実権を得たのだ。ではその武力とやらで押し通そうとした土佐勤王党の竹地殿はどうなった。水戸の天狗党は武力で成し遂げたものなぞ、もっと大きな力が来ればすぐに消し飛ぶ。力だけではどうにもならんのだ。お主の言っていることはエソラことだ。ただの理想に過ぎん。そう、理想だ。一郎よ、理想なしでは人は動かん。そもそも我々はなぜここに集まった。幕府を倒すためだ。そうだ。しかしそれは手段であって目的ではない。幕府を倒してどうする。新しい国を作ります。武家や侍など存在しない国を。そうだ。この国を農民や町民、あらゆる人々が分け隔てのない新しい形に変える。その理想が我々を突き動かしている。理想こそ人を動かすのだ。人が動かずば新しい国など作れんとは思わんか。口だけの達者なやつだ。犬蔵さんはどう思われますか。
首が飛んでもそれだけ喋れればいいよな。あのこちらは鈴木様の。大丈夫。あの人は写真家です。写真？はい。出発前の記念にみんなで撮ってもらおう。犬蔵さんもぜひご一緒に。おお、佐野助。いいじゃないですか。京都までの道中。死にも。この5人なんですか。ねえ、久世さん。お前というやつは。お前だ。はい。なんで本社はここだ。お前が座る。いいから座れ。板倉さん、板倉さんはここに。犬蔵さん。いや俺はいいからいいから。やはりお前が座れ。ダメですよ。座れ。俺は座ってよ。いいですか。では100数えるまで動いちゃダメですよ。では一つ、二つ、三つ。あれは小人目助の者たちだったな。ああ、見た顔が何人かいた。準備万端で待ち構えていやがった。まるで俺たちが来るのを知ってたみたい。気のせいだ。いでなり、あれが待ち伏せでなかったと思うか。急に襲ってきたから歩き寄った。何が見たい。俺たちの中に裏切り者がいたかもしれん。信じたくない。今ここにいないのは。裏切り者が誰だかはっきりしたな。犬蔵とはよく言ったもんだ。元より犯の犬だったって
犬蔵さん、おやめください。こいつはただ混乱しているだけなんです。ならば、ぬかのように刀を抜けて、さ、大事なのおい、来てない次郎もまた何やってるんですか。ああこの間、鈴木さんが言ってたじゃないですか。仲間同士で争ってはいけない。板倉さんは少し気が短すぎます。そろそろ私すみません。伊勢さんまで何一緒になってるんですか。いいですか、京都までの道中生きるの今僕にカオス鈴木さん、鈴木さん、新しい時代が来れば私たちのような着弾でない時代も肩身の狭い思いをせずに済むんですよね。そうだ、家柄が血筋に縛られることなく自由に生きられる、そんな素晴らしい国犬蔵さんも見てみたいと思いませんか。敵を取らねばならん。犬蔵さん、いたぞ。待ってくれ、俺だ。そう、俺のせいなんだ。脱藩者が捕まれば獄門晒し首はもちろんのこと、親兄弟にまでその席を呼ぶ。その後も追っ手や刺客に怯えていきなければならん。俺はその恐怖に耐えられなかった。それを見透かしたいほどガチネズケ相手の者が俺に誰も傷つくことがないように穏便に済ませて約束してくれたんだ。それなのに どうにも穏便に済ませようって雰囲気じゃねえな。いでなりゃやめろ。これ以上無駄な血を流してどうする。怖かったんだ。多分僕許してくれ。これが許せるか。あの世で佐野助には見てこい。あおジュラボ
から俺がお前を食ってしまう。死に方ってことが何の価値もないくだらない死ってやつだ。ふざけるな、ふざけるな、貴様は白右衛門も佐之助も無駄死になどではない、断じてない。いや無駄死にだ。お主がその達者な口を開く代わりに腹をかっさばけばな。こいつらが大上位なんて夢を見たのはお主の言葉を信じたからだろうが、なのに何が人を殺めたくないだ。理想も結構だが、まずは生き残ること考えろ。この窮地を脱し、生きて理想を語り、見事この国変えてみたろ。さすれば次郎右衛門の死も佐之助殿の死も無駄にはない。良いが勘弁、全てはお主次第だ。お主にその覚悟はあるなら、拙者はお主に、いや、ここにいる全ての者の分岐を なぜそこまで。生きるも死ぬも さあどうする。秀成殿、お立ちいただきます
ほどの負荷でなら藩の者も命まで取るようなことはする。もう二度と剣を抜くことはかなわぬが、そのような拙者が受けたまわるので勘弁してよ。それよりもお主には別にやらなければならぬことだ。えなり立てよ。立て。お主にはこの先一番酷な役目を引き受けても、この先我らがどうなろうと、時代がどうなろうと、お主には必ず生き残ってもらう。どのような艱難辛苦があろうとも、必ず生き続けてもらう。俺たちが何を信じ、何を願ったのか、何のために戦ったのか、後世に伝えてくれ。我らの中で無駄死になどした者は一人もおらん。明治維新が始まった。この国は大きく変わった。新しい時代は本当にやってきたのだ。だがそれは多くの、本当に多くの人々の命と引き換えに迎えることができたものだった。あれから50年、何度死にたいと、
後を追いたいと何度思ったことか。それでも私は死ぬわけにはいかなかった。何があろうと生き続け、やらなければならない使命が私にはあったからだ。彼らは幕末生まれる、あの時代を生きた。